Oh.
Thank you.
知恵、勇気からなる万能にして究極の力、トライフォース。その力をめぐり善と悪との戦いが何度も繰り返されてきました。悪しき者がトライフォースを手にし、ハイラル王国が魔物たちに襲われるたび、必ず緑の衣をまとった勇者が現れ、災いを打ち払いました。最後に悪しき者を倒した勇者は、同じ災いが二度と起こらないように邪悪な魂を四つのかけらにして別々の場所に封じました。三つのかけらは時空の彼方に、最後のかけらは聖地に築かれた神殿の中に、大魔の剣によって封印されたのです。Thank you.